皆さんこんにちは、アフロマスクです。今回もノーワンサバイブドですね、やっていきたいと思うんですが、ちょっとワールドの設定ですね、それを変えて新たにスタートしていきましょう。あの初心者ギフトパックはあまりにも強力すぎるのでそれなしで、あとこのコープスタイドアタックかな、これがフェラルみたいな感じかな、多分1週間に1回ゾンビが襲ってくる感じですよね。あとはゾンビの数とかもちょっと増やしてやってみましょう。あー来ましたね、スタートはやっぱこっからなんだ。ただ裸状態かなんかたくましいですねあー服すらない状態なんだこれ。あーこれは大変だぞ頑張っていきましょうか。いいし、あ、キノコとか拾ってけんのかな？なるほど。あ、石も拾ってきますね。じゃあ、うわぁ、物が持てない感じか。木の棒があれば OK。あーに、うさぎがい、あ、これありましたね。あ、じゃあ意外とすぐ、石斧はできると。あとは弓とかか、食物繊維。あ、いけますね。弓作りましょう。なるほど。分かってきた。クラフト重要ですね。ただ、結構、簡単にできるんで。はい、石斧の。すごい格好ですけどね、これ。繊維は、これかな。あ、ここら辺か。この木か。はい。あ、これは取れないの？あ？あー、ログが入りましたね。解体できる。あ、ダガーが必要なんだ。ということは、先に。ま、建設ハンマーあってもいいのか。あー、ログ1個で、建設ハンマーいける。はい。一通り作った方がいいですね。あと、布のバッグとかも必要か。木の槍も必要そうだな。ダガーとかこうしといて。あー、木の槍もいけますね。これでゾンビと最低限、戦う装備はできた？あー、いいですね。強いかな。ご飯もないですもんね。あ、探索できる。何もなしと。まあ、これぐらいがいいですよね、資源量。よいしょ。あー、そうだ、あとマップ。ちょっとわかんない。ここが多分現在地ですよね。前はここの商人のとこ行ったのか。だから、こっちが、街ありそうなんで、こっち行ってもいいかな。あー、これ飛行機の墜落現場か。車の荷台とか見ていきましょうか。お、グリップ。意外とでも資源はあるのか。服が欲しいですね。とりあえず。あ、バックパックあった。はい。あ、いいですね。助かった、助かった。これで結構入るな。大きなバックパック。よし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 。これありがたいですね、だいぶ。あ、雨降ってきた？ちょっと雨降ってきたかも。気のせい。あー、胃薬。雨ですね。ここら辺も見てくか。あとは弓かな。この格好だとだいぶ寒いですよね、雨。濡れると風邪ひきそう。ここゾンビいないかな。ここで暮らしてもいい気がする。あ、これ壊せんな。これで弓ができそう。あ、いけますね。弓作るか。結構時間かかる。
で、3番にして、弓2番。で、石の矢か。なるほど。あー、これちゃんと雨、水溜まりできるんだ。結構細かいですよね、こういうところ。あ、それなんかある。とりあえず、石の矢。服とかワークベンチかな。矢筒はいらないのか。あ、いけますね。そのままいけるんだ。なるほど。ご飯が欲しい。あ、栄養液。なるほど。栽培キットだ。これ持ってく？これバッグに入れてくか。まあ、小物なんで、大丈夫か。とりあえず格好が寒すぎる。早くあったかい服装ですよね。これは？ダメか。ちょっと移動していきましょうか。ここのトレーダーハウスまで行きたいですね。近くにいろいろあるんで。ここ目指すか。わー、ひどい雨。あ、ゴミ箱も見つけられる。はい。ここも探していきましょう。おお！あ、いろいろあるな。ツールボックス。バンテージか。あ、弾もいっぱいあるな。結構資源、まあこれぐらいないと大変ですよね。ゴミ箱に弾が入ってる。ここも調べられるな。体濡れても大丈夫なのかな。あー、これ車のリスポーンの場所はだいたい固定なのかな。前もこんな感じだった気がするけど、まあいいや、今どうしようもないですからね。ゾンビは？あれ、パッと見でもいないな。そこの家見てきましょうか。ゾンビいないですね。今木の槍しかないからな。あ、ここ物資多そう。あ、これ良さそうですね。あ、AK があった。AK ゲットですね。 7.62mm 弾はまだ持ってないか。弾系こっち置いとくか。弾あればバッチシですね。インベントリーがほんとすぐいっぱいになるんで。ああ、でもやっぱそんなにあるわけじゃないんで、大切に使いたい。これ AK いいですよね。耐久値もほぼ満タンだ。新品ですね。これって何なんだろう。コンデンサー。なんか使い道あんのかな。まず雨漏りひどいですね。え、ゾンビ全然いないぞ。あー、ミリタリーバッグある。こっちの方がいいでしょ、絶対。ミリタリーバッグ、あー、いいですね。だいぶ入る。これ、バッグ、持ってけんのかな。あ、バッグは入れられないんですね。ここもなんかいろいろありそうだな。これは？あ、これが見つけられる。ご飯がないですね。あ、ご飯あった。コーンとか食べようかな。これ水分も取れそう。トマト？じゃがいもとかどうなのか。あ、喉乾いちゃうんだ。はいはいはい。あ、いいですね。これはあれして、これも食べちゃおう。はい、きゅうりたん。美味しそう。あ、ちゃんと口開けて食べるんですね。あ、いいですね。もっと、ないかな。あ、あったあったあった。きゅうり食べて、もう食べるの面白いですね。美味しくなさそう。人参も炭水化物。はい。いいですね。これで、
あ、雨止んだかな。あ、まだありそう。食料は、ないか。これも見ていきましょうか。おー、大量。よし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 。飲み水と確保しないと大変ですね。あ、パンもある。だいぶあるぞ。いやー、あ、ゾンビいますね。移動してきますか。とりあえず今15時。快適なベッドだけでも作ろうかな。そこ、ログハウスっぽいとこありますね。そこで、少しあれするか。今日のところはそこで休むか。簡単に作りたいですよね。あ、なんかもやが出てきてんな。どうしよう。あー、なんか鉱石とかもあるっぽいけど。簡易ハウスってことですよね。まず、ベッドとか置けんのかが気になる。あー、これでもいいのか。食物繊維と木の棒6。それ、なんかこう、簡単な寝袋みたいな感じの作れそうなんで、それ作ってみましょう。とにかく寝ないと、体力、スタミナ回復しないっぽいんで。これは？あ、いけますね。これで棒になるのかな？あー、棒になりましたね。あ、まだいけないか。あー、ここ自体置けないんだな、やっぱ。ということは、ここら辺で寝るしかないってこと？ダメだ、ここは使えないんだ。で、材料を追加して、途中追加いけましたもんね。あと10。とりあえずもう今日は日が暮れそうなんで、ここで寝たい。あと1週間したら、ゾンビが襲ってくるか、それまでにある程度、拠点というか、作んなきゃいけないってことですよね。ゼロから作んないとダメそうだな、やっぱ。どこに作るかですね。拠点の場所は明日までには決めたい。はい。はい、いけましたね。一応復活ポイントにしとくか。なるほど。これでいけると。ファブリックって、木の皮か。これで取れるかな。ダメだな。荷物、あー、それも倒れた。連鎖的に倒れるんだ、これ。危な、あー、危ない。何が起きた？これやばそうですね。音が。これどかせばいい？あー、あー。そんなバカな。暴れ回ってますね、木が。音がすごいだ。あそんなバカな。あー、まだ暴れ回ってる。落ち着いた？木切るの危ないですね、めちゃくちゃ。そんな危険なの？すごかったですね。あー、これで置いとくか。うわー、暗っ。なんとか焚き火はいけそうだけど。あー、こんな感じなんだ。あー、ということはログをそのまま燃料に。あー、そのまま入れればいいんですね。ただ、ご飯はじゃがいもとか焼けない。あ、置けますね。生じゃがはさすがにちょっと食べたくないかな。オレンジとか食べるか。あ、いいですね。初めてのキャンプファイヤー来た。あ、弓矢作っとこうかな。明日、ちょっとトレーダーハウスの近くまで行って、そこで、ちょっと暮らし始めないとダメですね、もう。
早めに拠点作んなきゃな。拠点自体は結構楽に行けそうな気もしてきたからな。一度寝ましょうか。あー、このまま一回6時間寝てみるか。寝っ転がったもう一回寝ましょうか。そんなステータス減らないですね。ん？全然寝れてない。でもああ、これで飛ばさないといけないのか。結構時間の進みゆっくりだな。ああ、飲み物がやばいですね。雨水とか。栄養液とか飲めないですよね。もう水を確保したいですね。飲み物。確保だな。あー、ただちょっと寒いみたいですね。裸ですからねどうしようもないけど、やっぱトレーダーハウスのとこまで行かないと。でその近くで家作りだな。川の水とかないのかな。こういうの飲めないですよね。水たまりの水は飲めない。でゾンビはやっぱ民家の近くとかじゃないとそんなにいない感じですね。これ重量とかもあんのか。ちょっと足遅い気がするんですよね。まあ靴とかも何も履いてないから仕方ないのか。何か飲み物が欲しい。何もない。厳しいですね。飲み物。まあ車の部品しか出てこないですよね。このまままっすぐ行って、街抜けて、まあ、ここら辺まで行くか。またそこの建物を探索して飲み物ゲットするしかないのか。これは塩水、海水ですもんね。これ飲んだらやばそうだからな。飲めんのかな？ちょっと気になるけど。あー、水を飲むって書いてある。ちょっと飲んでみます？あ、一応回復はするけど、マラリアになった。せっかくだから全部飲んで、一応飲めるは飲めるな。全回復してから、薬を、使用しよう。はい。OK ですね。クリーニングもあるから、ちゃんと、こうゾンビと戦った後は、手洗いとかしないといけないのか。あいつ水分はなんとかなったな。あー、いいですね。こういうのは欲しい。まあ、ちゃんと、その水もろ過すれば、安全に飲めそうだな。水辺近くに、海水じゃないんですね。やっぱこの辺りになんか家作ろうかな。浜辺近くとか。まあ、近くに木とかはあった方がいいと思うんですけど。あ、それダイナーかな。なんかでかい看板が。あ、ゾンビいますね。とりあえず木の槍がどれぐらい強い。あ、弓やってみるか。どっち側からやる？そっちからやるか。当たった。おし、ナイス。外れた。いや、弱いな。木の槍。よし、OK。ゴミ袋になるな。あ、回収できますね。あ、弓、石の矢は大量に作った方がいいな。あ、これヘッドショット難しいですね。あ、いった。あー、ヘッドだけになった。ヘッドショットやったらヘッドだけになるって。不思議な絵ですね。なるほど。あー、頑張ってヘッドショット狙うか。とりあえず明るくなってきた。